今年7月、大阪、住之江区の集合住宅、生後3ヶ月の赤ちゃんが熱中症で死亡し、事件で逮捕された両親について大阪地検察庁は証拠が十分でなかったとして不訴にしました。今年7月、大阪、須区の集合住宅の部屋で、生後3ヶ月の赤ちゃんがおよそ10時間置き去りに、で熱中症で死亡し、19歳の母親と3歳の父親が保護、責任者遺棄の疑いで逮捕、出ました。警察によりますと、父親は、別居していましたが、前日の夜から、と共に大阪市内のホテルに泊まって、ました。また、母親は赤ちゃんに見る、与えて寝かしつけた後、冷房をつけ、退にして自宅を出たということで、計、調べに対し、二人は、これまで何度も、人にして出かけていたので大丈夫だと思ったと供述していたということです。そう、後、大阪地方検察庁は、赤ちゃんが、ほろ、たいきさつを踏まえ、保護責任者の子、